は小島に停まります。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。Thank you.
島です。お出口は左側です。乗り換えのご案内です。終点の岡山まで各駅に停まります。普通電車岡山駅は1番乗り場8時55分の連絡です。小島を出ますと次は茶屋町に停まります。今日も JR 四国ご利用いただきましてありがとうございました。ドアから手を離してお待ちください。快速マリンライナー14号岡山駅、まもなく発車いたします。閉まりますドアにご注意ください。
と次は林さんに回ります。ドアが閉まります。ご注意ください。
は林間です。林間を出ますと次は瀬戸に停まります。川が閉まります。ご注意ください。手を離してお待ちください。瀬戸を出ますと次は終点の岡山に停まります。快速乗り入れが14号岡山行き発車いたします。瀬戸を出ますと次は岡山に停まります。ドア閉まります。ご注意ください。
始発が天守頃まで新大阪の折り返しとなります。名古屋東京方面の新幹線は12時頃まで始発より新大阪に折り返しとして予定しております。ご新幹線におきましては一部列車に遅れ行き先の変更運転の取り組みが発生しております。詳しくは岡山駅に帰り新幹線乗り換え口にてご確認ください。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますとお詫び申し上げます。在来線におきましては山陽本線普通列車の午後行き9時31分の発車で乗り場1番乗り場倉敷福山笠岡失礼いたしました倉敷笠岡福山方面普通列車の三原行きは9時53分の発車で2番乗り場普通列車瀬戸行き9時34分の発車3番乗り場瀬戸分け方面普通列車愛媛行き10時11分の発車で4番乗り場あくび線東急八雲7号出雲市行き10時5分の発車で2番乗り場総社道中方面普通列車の鬼行き10時11分の発車で同じく2番乗り場赤穂線、西海市、避難線方面、普通列車の晩秋学校行き、9時25分の発車で4番乗り場。津山線、快速、津山行きは、9時47分の発車で9番乗り場。桃太郎線、普通列車の総車行きは、9時29分の発車で10番乗り場からの発車です。ありがとうございました。まもなく終点の岡山です。それで終点